エビコマタの名を、エビノール内しエビノールことは、中国新疆ウイグル自治区ボル、タラモンゴル自治州西河県のカザフスタンとの国境近くにある、新疆で最も大きな塩湖である。この湖は、ジュンガル盆地の西南部、ボルタラ川、西河、クイトゥン川など多くの内陸河川の集まる中心に、ある。かつてその水面面積は1200平方キロメートルを超えていたことがあり、 湖への年間の流入水量は12億立方メートルあった。だが20世紀後半以降、農地への灌漑用水を大量に取り始めたため、湖岸では砂漠化がひどくなり、風力の強いアヘシャゲ山口の風下であることと相まって、エビコは中国でも砂嵐のよく発生する土地の一つとなっている。今では湖面は500平方キロメートル以下にまで縮まっていて、 平均水深は1.4メートル、最も深いところでも3メートルである。水量の減少により、湖水の塩分濃度は75から90グラム、L に達しており、魚の生存には適さなくなっている。ただし、エビ湖に流入する淡水の川には、裸キュウリ魚などの魚類が分布している。エビ湖畔は、ポプラ林やヒヒ林で構成される、原始性体育であり、アカシカや、 モーコンガゼル、ノウサギやノガモなどの野生動物の生息するところであるため、2007年4月6日、中華人民共和国国務院は、エビコ湿地を国家級自然保護区とすることに批准した。エビコの水には30種類を超えるミネラルが含まれ、そのうち塩分は14%以上に達し、食塩の総埋蔵量は1.25億トン、合掌は12億トンになる。 今のところ食塩、某、小予備塩化マグネシウムはすでに開発が進んでいる。ミネラルの比重が高いため、湖中には大量の藻類とアルテミアがいて、後者は炭水養食業における重要な資料である。新疆もぐさひこ獣医、生亡削減地。中国新、もう。http コロンスラッシュスラッシュ www.chinanews.com CN, GN, ニュース、2009,02から28,158万 2757SHTML2009 年2月28日、閲覧。新モもサヒ彦地区。新京れ自治区境保局モータン2009年2月28日閲覧。中人民共和国軍。国院公、うぬのか北西関東19新建国家。自然保、区名。 的通知。2009年2月28日閲覧。ありがとうございます。